韓国の後継者争いは、紀元前643年から紀元前642年まで発生したせいでの内戦である。生の韓国の息子たちが王位をめぐって、互いに戦った。この内乱は、生の混乱といくつかの外部勢力の介入を招くこととなった。韓国が意図した後継者である、京明が勝利を収めるまで、京明の4人の兄弟が皇位をめぐって、 陰謀を企て続け、何十年にもわたって生を襲うこととなる後継争いに至った。その結果、蔡は国力が大幅に弱体化し、中原の覇者としての地位を失った。春秋時代の諸国政は、青州時代、地域的に強力な諸行であった。秋王朝の権威が春秋時代の初期に崩壊した時、蔡は中国東部の支配的な勢力に成長した。 その結果、帝の中原の派遣が衰退したとき、蔡は、その影響力を拡大する、理想的な立場にあった。それだけではなく、聖の中原の覇者としての国家への発展は、この好都合な状況のためだけではなく、有能な家臣の冠中の尽力によるものであった。彼らの指揮のもとで、蔡は改革され、中原の諸公の中で最も重要な役割を果たし、 後世で観光は春秋五派の一人に数えられている。しかし、観光の長い統治の末期頃から、正の国力は衰え始めた。再主導の軍事的な同盟は、その国力の増長を止めることに失敗し、そして老林の戦いで、スワイに敗北した。他の諸侯に対する観光の権威は衰退した。紀元前645年に観中が死去したことにより加速された。 病気になった高齢の観光は、生にある様々な政治派閥を制御することができなくなった。観光と観中派閥は、観光の息子のうちの6人、京向き、京明、京藩、京商人、京元、京陽が率いていた。6人とも観光の3人の性質の子ではなく、異なる側室の子供だった、たま、それぞれが自分自身が好意継承権があるとみなした。 正式に後継者に指名されたの京明であり、関東と関中は京明への後位継承を確実にするために、隣接する層の上校を後継役とした。しかし、関中の死と関公の病状が悪化しているため、京向き、京藩、京商人、京元、京陽は、後継者としての立場にある京明への反対する姿勢を強めた。京向き、京藩、京商人、 京本、京と、教養のうちの一人を次の支配者にするという嘆願に、観光は首を縦に振らなかった。しかし観光は京向き、京藩、京商人、京本、京と、が互いに陰謀することを防ぐことができなかった。その結果、京向き、京明、京藩、京商人、京本、京と、たちは支持者を集め、避けることのできない後継者争いに備えた。観光は、 紀元前643年に亡くなった。漢氏や戦国時代のいくつかの司書によれば、共謀する4人の役人によって合死したと記載されている。しかし、これらの事件に関する、その他の有力な情報源、例えば、春秋刺し伝や、四季の記録などは、これについて研究していない。漢講が死んだため、宮廷での後継争いはエスカレートした。後継者である、京明と、 皇位継承権の主張者の教向き、教藩、教商人、教元、教養の派閥は互いに武装し、首都林氏は武力的な混乱に陥った。しかし、教向きは宮廷において、駅賀と寿という二人の強力な支持者を有していた。関氏は、この二人が観光を殺害した共謀者の一人で、あると主張している。駅賀と樹が率いる教向きの派閥が何とか宮殿を、 支配し、捕らえることができるすべての行為継承者を殺害した。他の行為継承者たちは、自らの命のために逃亡した。紀元前643年11月11日、京向きは、生の新しい公爵として即位した。その後、ついに、観光の墓葬が行われた。様々な説明によると、観光の死体は、後継者争いのために7日から3ヶ月の間、 寝室に、無人で安置されていて、すでに腐敗し始めていた。しかし、今日向きの即位にもかかわらず、当地は、万弱というには程遠いことが証明された。共犯、共商人、共元、共用の支持者の勢力も大規模なままであったが、最大の脅威を与えたのは、僧の上皇のもとに亡命して、援助を求めた、今日キラであった。僧の上皇は僧を中心として、僧、 守る、主と同盟を組んだ。上皇と京明が率いるこれらの諸皇の同盟軍は、紀元前642年3月に、政を侵攻し始めた。防衛側の政公向きは、侵略者から、政公向きを助けるために遠征軍を派遣した、路の指示を得た。しかし、結局、戦場での勝敗が決定される前に、政公向きは殺害された。宋を中心とする侵略を、 生の人々は恐れ、成功向きに対して反乱を起こし殺害させ、京明を新しい公爵として迎え入れた。現、臨死祭の首と臨死と戦場となった現の位置を示す、三島省の地図成功向きの死の情報が広まるに、つれて京明の後為継承が避けられなくなったと思われたため、そう、守る、地は生から軍を撤退させた。しかし実際には、 京明アキラの確実な後位継承者としての地位はまだ確保されていなかった。京明アキラが即位しようとしたとき、京藩京商人、京元、京陽は支持者と共に、臨死に戻り、京明アキラの派閥を攻撃した。したがって、京明アキラの兄弟が宮廷を支配し、京明アキラに対して同盟を結んだ。京明アキラは再び臨死から逃げることを余儀なくされた。 今日、京明はまだ総軍と共に、正に残っていた、総の上皇のもとに亡命し、援助を求めた。一方、京藩、京商人、京元、京陽の連合軍は、正から、総の軍隊を追い払うために、臨死から撃って出た。現で二軍は、総退し、総軍が、決定的な勝利を収めた。共藩、共商人、共元、共用は、生から逃亡し、総の上皇は、 林氏で、京明を即位させた。それ以降、京明は、聖の高校と呼ばれるようになった。後継者争いは、一旦の収束を迎えたため、僧の軍隊は帰国した。しかしながらも、京藩、京商人、京元、京洋らの支持者は依然として活動的であり、新たに即位した、高校に対して、陰謀を企て続けた。現での敗戦後間もなく、京藩、 教商人、教元、教養を援助するために、北敵は生を侵略し、荒廃させた。しかしこれは、高校の勢力を弱めるには、不十分であり、際は再び安定した。北敵の攻撃の後には、生の国内は落ち着いた状態になり、高官校は、死後数ヶ月で適切な儀式を行われ、最終的に埋葬された。教明は、後位に就いた後、 再観光の在期の中原の覇者としての権威を回復させようとした。これも高校は覇者になり意欲のためで、創上皇との関係の亀裂を招くこととなった。元同盟国であった蔡と創は、この対立によって、戦争を起こした。しかし、蔡と創は、どちらとも覇者になることはできず、進むの文校が次の覇者になった。高校の血筋も、息子や、 後継者が殺害されたため、生の公家くらいに止まることはなかった。後継者争いは、高校の死後にも続き、京本が紀元前608年に後位を継承するまで続いた。恵子の子孫は紀元前386年まで生を統治し、電子によって倒された。書籍一時資料、ありがとうございます。